こんにちは。高級セダンの魅力に魅了された皆さん、ようこそ。今回は特別な動画をお届けします。あなたはどんな車に憧れますか？速さ、快適さ、それとも無比の豪華さ？世界の自動車市場は多彩な高級セダンであふれかえっています。しかしその中でも特に注目すべきモデルはどれなのでしょうか？今回はスタイル、パフォーマンス、ラグジュアリーの全てを兼ね備えた高級セダンを厳選して紹介します。このリストにはあなたが夢見る究極のセダンがあるかもしれません。それではベストオブベスト高級セダンのランキング発表を始めましょう。ランキングの発表の順番はまず最初に第10位から4位、次に19位から11位、そして最後に第3位から第1位と発表しますのでご注意ください。画像や映像はイメージです。あらかじめご了承ください。まずは第10位から第4位まで見ていきましょう。第10位はポルシェパナメーラ。新車価格1357万円から。パナメーラはスポーツカーの性能と高級セダンの快適性を融合したモデルです。パナメーラの外観はポルシェの伝統的なスタイリングにモダンでエレガントな要素が加わっています。流麗なラインと力強いシルエットがこの車のスポーティな性格を際立たせています。フロントには特徴的なポルシェのグリルが配され、洗練された LED ヘッドライトがダイナミックな印象を与えます。内装に目を向けるとポルシェパナメーラは高級感あふれる仕上がりとなっています。上質なレザー、洗練されたトリム、そして精密な仕上げがラグジュアリーな雰囲気を醸し出しています。広々としたキャビンは快適性を確保し、高度なインフォテインメントシステムがドライバーと乗員に優れたエンターテインメントを提供します。パフォーマンス面ではパナメーラはその迫力ある加速と優れたハンドリングで知られています。ポルシェならではのエンジニアリングが都市部の運転から高速道路での走行まで全てのシーンで卓越したドライビング体験を提供します。また全身のサスペンションシステムは快適な乗り心地とスポーティな走行性能を両立させています。安全技術についてもパナメーラは最新の装備を搭載しています。自動緊急ブレーキシステム、アダプティブクルーズコントロール、レーンキープアシストなど先進的なドライバーサポートシステムが安全かつ快適なドライビングを支援します。新車価格1424万円からとなっており、パナメーラは高級セダン市場において独特のポジションを確立しています。その独創的なデザインと卓越したパフォーマンスは高級セダンを求めるドライバーに新たな選択肢を提供しています。ポルシェパナメーラはスポーツカーの性能と高級セダンの快適性を見事に融合させた魅力的な一台です。第9位メルセデスベンツ S クラス。ドイツの精緻な技術が光る。価格は1469万円からです。高級セダンの代名詞ともいえるメルセデスベンツ S クラスは高級感と先進技術を兼ね備えたメルセデスベンツのフラッグシップモデルです。 S クラスの外観はエレガンスと力強さを兼ね備えています。流麗なボディラインと威厳のあるフロントフェイスがこの車の上品さと存在感を際立たせます。 LED ヘッドライトとテールライトは洗練された印象を与え、夜間のドライビングも印象的に彩ります。内装ではS クラスはラグジュアリーな雰囲気にあふれています。高品質な素材と精緻なデザインが随所に用いられ、快適性と洗練された美しさが共存しています。広々としたキャビンと最先端のインフォテインメントシステムが非常に豪華で快適なドライビング体験を提供します。パフォーマンスに関して S クラスはその滑らかな走行感と卓越した快適性で知られています。パワフルで洗練されたエンジンは都市部から高速道路まであらゆるシーンで優れたドライビングを実現します。エアサスペンションなどの高度な技術によりどんな路面でも安定した乗り心地を提供します。安全技術の面では S クラスは先進のシステムを搭載しています。衝突回避アシストやレーンキープアシストなど最新の安全機能がドライバーをサポートし、安心して運転できる環境を提供します。 S クラスの新車価格は1469万円からとなっており、このクラスの車両としては非常に魅力的な価格設定です。トップクラスの快適性と最先端の技術が高級セダン市場においてこの車を際立たせています。メルセデスベンツ S クラスは洗練されたデザイン、卓越したパフォーマンス、最先端の安全技術を備えた究極の高級セダンです。第8位はマセラティクアトロポルテ。イタリアンラグジュアリーの極み。価格は1515万円から。イタリアンラグジュアリーの真骨頂クアトロポルテはその独特のスタイルとパフォーマンスで知られるマセラティのフラッグシップセダンです。クアトロポルテの外観はイタリアンデザインの優雅さと力強さを見事に融合しています。特徴的な大きなグリルと流麗なボディラインがこの車のエレガントなスタンスを際立たせます。また洗練されたヘッドライトとテールライトはその上品な印象をさらに強化しています。内装ではクアトロポルテは豪華さと快適性を追求しています。上質なレザーと精緻なクラフトマンシップが独特のラグジュアリー感を演出しています。広々としたキャビンはゆったりとした座席配置で快適な乗り心地を提供し、高度なインフォテインメントシステムが優れたエンターテインメント体験を実現します。パフォーマンスにおいてクアトロポルテはそのダイナミックな走りが特徴です。パワフルなエンジンと滑らかなトランスミッションが
驚異的な加速力と高速安定性を提供します。また精密に調整されたサスペンションはスポーティながらも快適なドライビングを実現しています。安全技術の面ではクアトロポルテは最新の安全機能を備えています。衝突防止アシストやアダプティブクルーズコントロールなど多彩なドライバーサポートシステムが安全で快適な運転をサポートします。クアトロポルテの新車価格は1515万円からとなっており、イタリアンラグジュアリーセダンの中でも特に高い評価を受けています。その魅力は独特のスタイルと卓越したパフォーマンスにあります。マセラティクアトロポルテは優雅さとパワーを兼ね備えた真のイタリアンラグジュアリーセダンです。第7位 BMW7 シリーズ。洗練されたデザインと最新技術、価格は1554万円からです。 BMW の高級セダンの頂点、7シリーズは革新的な技術と優雅なデザインが融合した BMW のフラッグシップモデルです。 BMW7 シリーズの外観は洗練されたエレガンスと力強い存在感を併せ持っています。特徴的なキドニーグリルと流麗なラインが高級感とダイナミズムを強調しています。また LED ヘッドライトは夜間走行時にも印象的な光を放ちます。内装では7シリーズは最高級の快適性と洗練されたデザインを提供します。高品質なレザーと木材を用いたインテリアは細部にわたるクラフトマンシップを感じさせます。広々としたキャビンは最高の快適性と実用性を兼ね備え、ドライバーと乗員に豪華な旅を提供します。パフォーマンス面では7シリーズはそのパワフルな走りと滑らかなハンドリングで知られています。最先端のエンジン技術は都市部の運転から高速道路まであらゆる状況に対応し、卓越したドライビング体験を提供します。安全技術に関して7シリーズは最新のドライバーアシスト機能を搭載しています。自動緊急ブレーキ、レーンキープアシスト、アダプティブクルーズコントロールなど先進的なシステムが安全かつ快適なドライビングを支援します。7シリーズの新車価格は1554万円からとなっており、高級セダン市場においてその地位を確立しています。先進技術とラグジュアリーな快適性を備えたこの車は高級セダンを求める方々に最適な選択です。 BMW7 シリーズは最先端の技術と上質なデザインが融合したドイツ高級セダンの極みを体現しています。第6位に選ばれたのはトヨタセンチュリー、日本の誇り。価格は2008万円から。日本の伝統と威厳を象徴するセンチュリーはトヨタの最高級セダンであり、日本の自動車工業の頂点を示すモデルです。センチュリーの外観は古典的なエレガンスと格式高いスタイルが特徴です。重厚感のあるボディラインと伝統的なフロントグリルデザインは時代を超えた美しさを表現しています。控えめながらも存在感のあるデザインは日本の高級車としての地位を確立しています。内装においてセンチュリーは極上の快適性を追求しています。最高級の素材を使用した内装は細部にわたるこだわりが感じられます。広々としたキャビン空間と快適で広々としたリアシートは長距離の移動でも最高のリラックスを提供します。パフォーマンスではセンチュリーは静かで滑らかな走りを実現しています。力強いエンジンと精密にチューニングされたサスペンションは都市部から高速道路まであらゆる状況に対応し優雅なドライビング体験を提供します。安全面ではセンチュリーは最新の安全技術を搭載しています。衝突回避システムや自動ブレーキシステムなど先進の安全機能が装備されており、安心して運転できるようサポートします。センチュリーの新車価格は2008万円からとなっており、日本製高級セダンとしては最上位に位置づけられています。その伝統と品質は国内外の高級車市場で高く評価されています。トヨタセンチュリーは日本の高級車製造の域を集めた一台です。伝統的な美しさと最新技術の融合がこの車の大きな魅力となっています。第5位はアウディ S8。 ダイナミックな走りと快適さが特徴。価格は2093万円から。アウディの高性能モデルアウディ S8 は洗練されたデザインと卓越したパフォーマンスを備えた高級セダンです。アウディ S8 の外観はスポーティさとエレガンスを兼ね備えています。流麗なボディラインとアグレッシブなフロントグリルがその力強い性格を際立たせています。 LED ヘッドライトは洗練された印象を強化し、夜間走行でも魅力的な姿を放ちます。内装ではアウディ S8 はラグジュアリーな雰囲気と最先端のテクノロジーを融合しています。上質なレザーと精密な仕上げが高級感を演出し、広々としたキャビンはドライバーと乗客に快適な旅を約束します。先進的なインフォテインメントシステムは最高のエンターテインメント体験を提供します。パフォーマンスにおいてアウディ S8 は強力なエンジンと精密にチューニングされたサスペンションにより驚異的な加速力とスムーズな走行感を実現しています。都市部から高速道路まであらゆる状況で優れたドライビング体験を提供します。安全技術面ではアウディ S8 は多数の先進的な安全機能を備えています。自動ブレーキシステム、レーンキープアシスト、アダプティブクルーズコントロールなどが
安全かつ快適な運転を支援します。 Audi S8 の新車価格は2093万円からとなっており、その価格帯で提供される高級感と性能は高級セダン市場において非常に魅力的な選択肢です。 Audi S8 はスポーツカーの性能と高級車の快適さを見事に融合させた一台です。洗練されたデザインと卓越したドライビング体験を求める方には最適な選択と言えるでしょう。第4位、ベントレーフライングスパー。英国製の優雅さ、価格は2405万円からです。英国製高級セダンの中でも特に優雅な存在、フライングスパーは高級感とパフォーマンスが見事に融合したベントレーの代表作です。フライングスパーの外観は上品かつ力強いデザインが特徴です。伝統的なベントレーのスタイル要素にモダンなタッチが加わり、エレガンスと存在感を放っています。独特のグリルと優美な曲線がその豪華さを際立たせます。内装においてはフライングスパーは最高級の素材と精緻なディテールで知られています。上質なレザー、美しい木目のトリム、そして手作業で仕上げられたインテリアは非常に豪華で快適な空間を提供します。先進的なインフォテインメントシステムも最高のエンターテインメント体験を実現します。パフォーマンス面ではフライングスパーは強力なエンジンと精緻にチューニングされたサスペンションにより滑らかで力強い走りを実現しています。この車は都市部から高速道路までどんな道でも卓越したドライビング体験を提供します。安全技術に関してフライングスパーは最新の安全機能を備えています。衝突回避システムやアダプティブクルーズコントロールなど先進的なシステムが安心して運転できる環境をサポートします。フライングスパーの新車価格は2405万円からとなっており、その価格帯で提供される豪華さとパフォーマンスは高級車市場において類を見ないものです。ベントレーフライングスパーは伝統と革新が融合した真の高級セダンです。その洗練されたデザインと優れたパフォーマンスは高級車愛好家にとって最高の選択と言えるでしょう。それでは次に19位から11位までを見ていきましょう。第19位はプジョー508。フランス製のエレガントなデザイン、価格は725万円からです。プジョー508はフランスの自動車メーカープジョーによって製造されています。この車の最大の特徴はそのスタイリッシュなデザイン、流麗でエレガントなラインが特徴的で、都市の風景に溶け込む洗練された外観を持っています。フロントフェイスには大胆かつ特徴的なグリルとシャープなヘッドライトが配置され、現代的でアグレッシブな印象を与えています。内装に目を向けると高級感あふれる仕上がりが目を引きます。ドライバー中心の設定で直感的に操作できるインターフェースが配されています。特に注目したいのはプジョー独自のアイコックキット。これはコンパクトなステアリングホイール、大型のタッチスクリーン、そしてヘッドアップディスプレイを組み合わせたものでドライバーに最適な運転環境を提供します。パフォーマンスの面ではプジョー508は軽快な走りと優れた燃費効率を両立しています。エンジンは力強い加速と滑らかな走行感を実現するために細かくチューニングされています。また最新の安全技術も搭載されており、アダプティブクルーズコントロールやレーンキープアシストなど安全で快適なドライブをサポートする機能が充実しています。プジョー508の新車価格は725万円からとなっています。この価格帯で提供される品質と機能はこのセグメントでは非常に魅力的な選択肢です。都市部での使用に適したサイズ感とエレガントなデザインは多くのドライバーに支持されています。プジョー508は洗練されたデザインと優れた機能性を兼ね備えた車です。都市での運転に最適でありながら長距離のドライブも快適にこなすことができる非常にバランスの取れた車種です。第18位、ジャガー XE。 英国の伝統と性能が融合した車、価格は754万円から。この車は英国の伝統を受け継ぎつつ最新技術と洗練されたデザインで知られています。ジャガー XE はその流線形のボディラインとエレガントなスタイルで目を引きます。ジャガー特有のフロントグリルと鋭いヘッドライトのデザインが力強さと高級感を演出しています。また車体の均整取れたプロポーションはスポーティさと洗練さのバランスが絶妙です。内装では高品質な素材と精密な仕上げが随所に見られます。運転席周りはドライバーにとって非常に使いやすく設計されており、高級感あふれるレザーシートや木目のインテリアパネルが上品な雰囲気を醸し出しています。また最新のインフォテインメントシステムが備わっており、ナビゲーションやオーディオシステムなどが直感的に操作できます。パフォーマンスに関してはジャガー XE は迅速かつスムーズな加速力を持ち、優れたハンドリング性能を実現しています。エンジンはパワフルで効率的であり、都市部の運転から高速道路でのクルージングまで幅広く対応します。また高度なサスペンションシステムにより快適な乗り心地と安定した走行感を提供します。安全技術の面ではジャガー XE は先進のドライバーアシストシステムを搭載しており、衝突防止システムやレーンキープアシスト、パーキングアシストなどが装備されています。これらの技術はドライバーの安全を確保し、ストレスフリーな運転を支援します。ジャガー XE の新車価格は754万円からとなっており、
この価格帯で提供される高級感と性能は非常に魅力的です。英国製セダンの伝統と最新技術の融合は多くのドライバーにとって魅力的な選択肢となるでしょう。ジャガー XE は伝統と革新が融合したユニークな車です。洗練されたデザインと卓越した性能を持ち合わせ、ドライビングの楽しさを最大限に引き出してくれる1台です。第17位はキャデラック CT6、 アメリカ製の豪華さが特徴。価格は924万円から。この車はアメリカンラグジュアリーの象徴として知られています。キャデラック CT6 はその大胆かつ洗練されたデザインで注目を集めます。車体は力強いラインとエレガントなフォルムが特徴で、大きなフロントグリルとシャープなヘッドライトが印象的です。これらのデザインは伝統的なアメリカンスタイルに現代的な要素を融合させています。内装に目を向けるとキャデラック CT6 は高級感にあふれています。上質なレザーと木材を使用したインテリアは快適さと豪華さを提供します。広々としたキャビンと座席は長時間のドライブでも快適性を保ち、高度なノイズキャンセリング技術により静かな車内環境を実現しています。パフォーマンス面ではキャデラック CT6 はその強力なエンジンにより素晴らしい走行体験を提供します。力強い加速と滑らかなハンドリングが特徴で、都市部から高速道路まで幅広いシーンでその能力を発揮します。また高度なシャシー技術は安定感のある走りと卓越した乗り心地を両立しています。キャデラック CT6 は最新の安全技術も装備しています。衝突回避支援システム、360度カメラシステム、自動ブレーキシステムなどがドライバーの安全を守ります。加えて先進のインフォテインメントシステムはドライブ中のエンターテインメントと情報提供を充実させています。キャデラック CT6 の新車価格は924万円からとなっており、アメリカンラグジュアリーカーとしては競争力のある価格設定です。豪華さと実用性を兼ね備え、アメリカンラグジュアリーを象徴する1台として多くの注目を集めています。キャデラック CT6 は豪華な内装と力強いパフォーマンス、最新技術の融合が特徴です。アメリカ製高級セダンを求める方には間違いなくおすすめの1台です。第16位、ボルボ S90 イチャージ。北欧のシンプルな美しさと環境性能、価格は1089万円からです。この車は北欧のデザインと環境性能を兼ね備えたモデルとして注目を集めています。 S90 リチャージは洗練されたスカンジナビアンデザインが特徴です。シンプルかつエレガントなボディラインは洗練された都市的な印象を与えます。フロントエンドにはボルボの象徴的なトールハンマー LED ヘッドライトが配置され、夜間でも印象的な存在感を放ちます。内装ではボルボ S90 リチャージは上質な素材とシンプルなデザインを採用しています。広々としたキャビン空間は快適で、高品質なレザーシートや木材を使用したインテリアパネルが高級感をさらに高めています。また大型のタッチスクリーンインフォテインメントシステムは直感的な操作性と豊富な機能を提供します。パフォーマンス面ではボルボ S90 リチャージはプラグインハイブリッドシステムを搭載し、環境性能と走行性能のバランスに優れています。電気モーターとガソリンエンジンの組み合わせにより効率的な運転と力強い加速を実現しています。さらに静かでスムーズな乗り心地も魅力の一つです。ボルボといえば先進の安全技術も見逃せません。ボルボ S90 リチャージは衝突回避システム、レーンキープアシスト、歩行者検知システムなど多岐にわたる安全機能を搭載しています。これらの技術はボルボの安全に対する強いコミットメントを反映しています。ボルボ S90 リチャージの新車価格は1089万円からとなっており、このクラスの車両としては競争力のある価格設定です。特に環境性能を重視するドライバーにとって魅力的な選択肢と言えるでしょう。ボルボ S90 リチャージはスタイリッシュなデザイン、快適な内装、優れたパフォーマンス、そして卓越した安全性を兼ね備えたモダンなプラグインハイブリッドセダンです。第15位はレクサス LS。 日本製の高級感と革新的な技術、価格は1094万円から。レクサス LS は日本が世界に誇る高級セダンであり、洗練されたデザインと最先端の技術が特徴です。レクサス LS の外観は力強さとエレガンスを兼ね備えています。特徴的なスピンドルグリルや流麗なボディラインが高級感と存在感を際立たせています。また精密に設計された LED ヘッドライトは夜間でも印象的な光を放ちます。内装に関してはレクサス LS は日本の伝統工芸にインスパイアされたデザインを採用しています。高品質なレザーや木材を使用したインテリアは細部にわたるこだわりが感じられます。また座席は快適性とサポート性に優れ、長距離のドライブでも疲れにくい設計となっています。パフォーマンスについてはレクサス LS は高い走行性能を誇ります。パワフルで滑らかなエンジンは都市部から高速道路まで快適なドライビングを提供します。また先進のサスペンションシステムは安定した走行感と卓越した乗り心地を実現しています。レクサス LS は最新の安全技術とドライバーサポートシステムを搭載しています。自動緊急ブレーキ、レーンキーピングアシスト、アダプティブクルーズコントロールなど安全かつ快適なドライブをサポートする機能が充実しています。レクサス LS の新車価格は1094万円からとなっており、
このクラスの高級セダンとしては非常に魅力的な価格設定です。洗練されたデザインと高い品質、優れたパフォーマンスは多くのドライバーに高い評価を受けています。レクサス LS は日本製高級セダンの極みを示す1台です。洗練されたデザイン、快適な内装、卓越したパフォーマンス、そして安全技術の融合がこの車の大きな魅力となっています。第14位、アウディ A8。 ドイツの精密工学の結晶、価格は1214万円からです。アウディ A8 はドイツの精密工学と洗練されたデザインが融合した高級セダンです。アウディ A8 の外観はエレガントかつ力強いデザインが特徴です。シャープでモダンなラインが車体全体に施されており、アウディの象徴的なシングルフレームグリルがダイナミックな印象を与えます。また洗練された LED ヘッドライトとテールライトは夜間でも美しい光を放ちます。内装ではアウディ A8 は高級感あふれる仕上がりとなっています。最高品質の素材が使用され、精緻なディテールが随所に見られます。広々としたキャビンは乗り心地の良さと静粛性に優れ、長時間のドライブも快適です。また最新のインフォテインメントシステムとデジタルダッシュボードは利便性と先進性を兼ね備えています。パフォーマンス面ではアウディ A8 は力強い加速力と滑らかな運転感覚を提供します。高度にチューニングされたエンジンとトランスミッションはどんな走行状況でも優れたパフォーマンスを発揮します。さらにエアサスペンションシステムによりどのような路面でも安定した乗り心地を実現しています。アウディ A8 は最先端の安全技術とドライバーサポート機能を備えています。衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、360度ビューカメラなどが安全で快適なドライビングをサポートします。アウディ A8 の新車価格は1214万円からとなっており、このクラスの高級セダンとしては非常に競争力のある価格設定です。ドイツ製高級セダンの精緻さと先進性が多くのドライバーに高く評価されています。アウディ A8 は最高級の快適性と洗練されたデザイン、そして卓越したパフォーマンスを提供する1台です。第13位はポルシェ、タイカン、スポーツと高級の融合、価格は1286万円から。タイカンはポルシェの伝統を継承しつつ電気自動車の新時代を切り開いたモデルです。タイカンの外観はポルシェの特徴的なスポーティさを保ちながらも未来的なデザインが特徴です。流麗なボディラインと低く構えたフロントフェイスがエレガントかつ力強い印象を与えます。また LED ヘッドライトや滑らかなシルエットはタイカンの革新性を象徴しています。内装ではタイカンは高品質な素材と精緻なデザインが際立ちます。スポーツでありながらも快適なキャビンは日常のドライブからロングドライブまで快適に過ごせる空間を提供します。デジタル化されたインストゥルメントパネルやタッチスクリーンディスプレイは使いやすさと先進性を兼ね備えています。パフォーマンスに関してタイカンは電気自動車でありながらポルシェらしいダイナミックな走行性能を実現しています。瞬時に反応する電気モーターにより迅速かつ力強い加速を楽しむことができます。また高度なシャシー技術とエアサスペンションによりスポーツカー並みのハンドリングを提供します。安全性の面ではタイカンは多くの先進的な安全技術を搭載しています。衝突防止システム、レーンキープアシスト、パーキングアシストなどが装備され安全かつ快適なドライビングをサポートします。タイカンの新車価格は1286万円からとなっており、高級電気自動車としての地位を確立しています。環境性能とスポーツカーの走行性能を両立したタイカンは電気自動車の新たなスタンダードを示しています。ポルシェタイカンは電気自動車の未来を切り開く1台として、その革新性とパフォーマンスで多くの注目を集めています。第12位、テスラ、モデル S、 革新的な電気自動車、価格は1297万円からです。モデル S は電気自動車の分野で革命を起こした車種として知られています。モデル S のデザインはモダンで流麗なスタイルが特徴です。シンプルながらもエレガントな外観は多くの電気自動車に影響を与えました。特徴的なフロントグリルのないデザインやスムーズなボディラインが未来的な印象を強調しています。内装ではモデル S は広々としたキャビンとミニマリスティックなデザインを採用しています。大型のタッチスクリーンディスプレイは車両の多くの機能をコントロールし、洗練されたインフォテインメント体験を提供します。また高品質な素材の使用によりラグジュアリーな雰囲気を演出しています。パフォーマンスにおいてモデル S はその卓越した加速力と効率性で知られています。強力な電気モーターにより瞬時に反応する加速と静かで滑らかな走行を実現しています。また先進的なバッテリー技術により1回の充電での長距離走下りも可能です。安全性に関してはモデル S は業界をリードする安全技術を搭載しています。自動緊急ブレーキシステムや衝突回避支援機能、さらにはオートパイロット機能など最新の技術がドライバーの安全を支援します。モデル S の新車価格は1297万円からとなっており、電気自動車の高級セグメントに位置づけられています。その革新性とパフォーマンスは電気自動車市場におけるテスラの地位を不動のものにしています。テスラ、モデル S は電気自動車としてのパフォーマンスと環境性能を兼ね備えた先駆的なモデルです。その革新的なアプローチは自動車業界全体に影響を与え続けています。第11位、アルファロメオ、ジュリアン、
クアドリフリオ、新車価格1357万から、この車は、イタリアンスピリットと、パフォーマンスを体現したモデルです。ジュリアのデザインは、イタリアンスタイルの美しさとスポーツカーのエッセンスが融合しています。流麗なボディライン、アグレッシブなフロントグリル、そして力強いスタンスが、この車のスポーティな性格を際立たせています。内装に関して、ジュリアは、スポーツ性と快適性を高いレベルで融合させています。高品質なレザーとアルカンタラの使用、精緻なディテールは、ラグジュアリーな雰囲気を醸し出しています。スポーティなデザインのシートは、優れたサポート性と快適さを提供します。パフォーマンス面では、ジュリアは卓越した走行性能を誇ります。パワフルなエンジンは、圧倒的な加速力とレスポンスの良さを提供し、ドライビングの喜びを高めています。また、精密にチューニングされたサスペンションとバランスの取れたシャシーは、微小なハンドリングを実現します。ジュリアは、先進の安全技術も備えています。自動緊急ブレーキシステムやレーンキープアシスト、アダプティブクルーズコントロールなどが装備され、安全かつ快適なドライビングを支援します。ジュリアの新車価格は1357万円からとなっており、このクラスの車両にしては非常に魅力的な価格設定です。イタリアンスポーツセダンのパフォーマンスとデザインをこの価格で体験できるのは大きな魅力です。アルファロメオ、ジュリア、クアドリフォリオはイタリアンデザインの美しさと圧倒的なパフォーマンスを兼ね備えた1台です。スポーツセダンをお探しの方には間違いなくおすすめのモデルと言えるでしょう。さて、いよいよベスト3の発表です。第3位は、メルセデスマイバッファ、究極のラグジュアリー。価格は3060万円から。究極のラグジュアリーを象徴するマイバッファは、メルセデスベンツの最上級モデルとして、高級感とパフォーマンスを極めた車です。マイバッファの外観は、上質さと力強さを組み合わせたデザインが特徴です。エレガントなボディラインと特徴的なグリルデザインは、その豪華さとステータスを際立たせます。LED ヘッドライトとテールライトは、洗練された美しさを強調し、夜間のドライビングでもその存在感を放ちます。内装ではマイバッファは最高級の素材と精緻なディテールを駆使しています。贅沢なレザー、美しい木目のトリム、そして手作業による精密な仕上げは非常に豪華で快適なキャビン空間を作り出しています。先進的なインフォテインメントシステムと完璧に調整された音響システムは最上のエンターテインメント体験を提供します。パフォーマンス面でマイバッファは滑らかかつ力強い走りを提供します。高性能エンジンと精密にチューニングされたサスペンションは都市部から高速道路までどんな状況でも優れたドライビング体験を実現します。安全技術に関してマイバッファは最新のドライバーアシスト機能を搭載しています。衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロール、360度ビューカメラなど先進的なシステムが安全で快適なドライビングを支援します。マイバッファの新車価格は3060万円からとなっており、最上級のラグジュアリーセダン市場においてその地位を確立しています。その高級感とパフォーマンスは高級車愛好家に最適な選択肢を提供します。メルセデスマイバッファはラグジュアリーとパフォーマンスの究極を追求した一台です。洗練されたデザインと卓越した快適性は最高級セダンを求める方々に最適な選択と言えるでしょう。第2位はロールスロイスゴースト、英国の伝統と優雅さ。価格は3787万円からです。英国の伝統と優雅さを象徴するゴーストに注目します。ゴーストはロールスロイスのラインアップの中でも特に洗練されたデザインと快適性を提供するモデルです。ゴーストの外観はクラシックなエレガンスと現代的なデザインが見事に融合しています。象徴的なパンテオングリルと流麗なボディラインがその威厳あるスタイルを際立たせています。細部にわたる美しい仕上げと力強いプロポーションがこの車の上品さを強調します。内装においてゴーストは極上の快適性と高級感を提供します。最高級のレザーと手作業で仕上げられた木製パネル、そして緻密なディテールが豪華なキャビン空間を作り出しています。静粛性にも優れており、どんな道でも乗員に穏やかな旅を約束します。パフォーマンスではゴーストは力強い加速と滑らかな乗り心地を提供します。高性能エンジンと洗練されたサスペンションは都市部から高速道路まであらゆる状況で優れたドライビング体験を実現します。安全面ではロールスロイスゴーストは最新の安全技術を搭載しています。衝突回避システム、アダプティブクルーズコントロールなど先進的な機能が安心して運転できる環境を提供します。ゴーストの新車価格は3787万円からとなっており、高級セダン市場における最高峰の位置を占めています。その洗練されたデザインと卓越したパフォーマンスは世界中の高級車愛好家に選ばれています。ロールスロイスゴーストは優雅さとパフォーマンス、そして洗練されたデザインを兼ね備えた真の高級セダンです。最高級の乗り心地とラグジュアリーな体験を求める方には最適な選択と言えるでしょう。そして第1位はロールスロイスファントム、このランキングの頂点を飾る車。価格は6050万円からです。高級車の中でも特に格式高いファントムはロールスロイスの中でも最高級モデルとして圧倒的な存在感と最上級のラグジュアリーを提供します。ファントムの外観は威厳と洗練さを兼ね備えています。象徴的なパンテオングリルとエレガントなボディラインがその豪華さとステータスを際立たせます。特徴的なドアのデザインや
精密に加工されたホイールはこの車の独特の美学を表現しています。内装ではファントムは極めて豪華で快適な空間を提供します。最高級の素材が使用され手作業での精緻な仕上げが随所に見られます。広々としたキャビンはまるで移動する豪華なリビングのような快適さを提供し、高度なインフォテインメントシステムは最上のエンターテインメント体験を実現します。パフォーマンスにおいてファントムは滑らかで力強い走りを提供します。静粛性に優れたエンジンと精密にチューニングされたサスペンションはどんな道でも穏やかで快適なドライビングを実現します。安全面ではファントムは最新の安全技術を搭載しています。衝突回避システムやアダプティブクルーズコントロールなど先進的な安全機能が乗員の安全と快適なドライブをサポートします。ファントムの新車価格は6050万円からとなっており、その価格帯で提供される豪華さと品質は世界の高級車市場で最高峰の位置にあります。ロールスロイスファントムは最高級の快適性と独特のデザイン、卓越したパフォーマンスを兼ね備えた究極の高級車です。その威厳ある存在感は世界中の高級車愛好家に愛され続けています。以上で高級セダンのトップ19の紹介を終わります。皆さんのお気に入りはどの車でしたか？コメントで教えてください。動画が気に入ったらぜひチャンネル登録と高評価をお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。